Hey guys, it's me, Yoko. Today I'm gonna be just casually talking, but only in Japanese, so I hope you guys enjoy it. ちょ、聞いてくれる？実家追い出されたんだけど。やばくない？いや、7月頭にパリから帰ってきたじゃん。で、1ヶ月足らずでね、お母さんがこう、出てってくれと。いやいやいや、うち実家でさ、猫飼ってるじゃん。猫飼ってんのよ。で、まあ基本的にみんな野良猫だったんだけどさ、お母さんがこう、かわいそうだからって家にあげ始めて、で、まあ、それからずっと飼ってんだけどね。そいつらがね、全くうちに懐いてないの。もうびっくりするぐらい、もうね、家の中で鉢合わせるとね、もうマジでこの世の終わりみたいなね、顔すんのさ。で、まあ、怖がられてて。まあね、まあしょうがないんだ。そのうちがさ、うちはずっと一人暮らししてて、てかずっと実家にいなくて、で、その間にこう家に来た子たちだからさ、まあうちのこと知らないわけ、まあ部外者なわけさ。で、部外者が急にこう家に居座り始めてさ、何日も。だからまあ、猫たちも、まあね、怯えるのはまあわかるんだけどさ、うちの家なんだ。うちそこでもう幼少の時から育ってっからって感じなんだけど、まあやつらはね、わかんないじゃない、そういう事情は。そうだからまあえらい怯えてて、うちに。そう で基本的にうちがこう家にいるとご飯も食べに来ないし、トイレにも来ないからっつって、お母さんがこう、まあ、猫の体調が気がかりだということで、もうね、すごいね、こう正義感に駆られたすごい強い眼差しでね、もうお願いだから出てってほしいのみたいなこと言われて、いやね、傷ついた娘としてすごくもうね、もうその時こうなんて返していいか分かんなくてね、もう止まっちゃって、もうはぁみたいな。でも全然言葉が見つからなくてさ、とりあえずね、出た言葉がね、そんな言い方あるみたいな。で、お母さんはさ、その時すごい一生懸命になってるから、もう、猫たちのためにね、なんとしてもこいつを追い出さなくちゃいけないみたいな、わかんない、使命感に駆られたのかわかんないけど、なんか、もう分かってないわけ、自分が何言ってるか。もうなんか、だからな、何、どんな言い方とか言って、いや、どんな言い方じゃねえべ、みたいな。いや、あんた今ね、猫の方が大事だから娘に出てけっつったんだよと思いながらさ、まあ、その時はもう全然、もうとりあえず腹立っちゃってさ、何も言えなくて、とりあえずね、1日か2日ぐらいね、もうとりあえずひたすら機嫌悪かったのね。でも全然もうプリプリして、全然話さなかったんだけど、まあとりあえず気持ちは落ち着いてさ、落ち着いて、お母さんあれは傷ついたわ、つって。まあね、お互いこう、なんていうの、離れてずっと暮らしてるから、お互いいないのが当たり前になってたからさ、そのお互いのペースっていうのがこう出来上がってるじゃない。だから、そのお互いのこと嫌いっていうわけじゃないんだけど、こうなんか一緒にいるとこうちょっと息苦しいというか、とりあえずもう誰かと住むっていうのがお互いダメになってたんだよね、正直なところ。そうだからすごい、なんていうのかな、お母さんもこううちがいると調子が来る、うちもお母さんがいるとこうなんかこう息苦しいというかね、あんまこうリラックスできないっていうのがあって、それをお母さんは言いにくいと思ったんだよね。そう、言いにくいから猫のせいにしようと猫の健康がって言って、こううちの両親に訴えかけてきたんだけど、逆にそう言われちゃうとね、猫の方が大事なのみたいになるじゃん。もう逆にうちはもうお母さん大好きだからさ、お母さんがちょっとこう一緒に暮らすのしんどいわって、だからごめん出てってくれるって言うんだったら、あ、全然いいよって。それはさ、わかる、お互いに似た者同士だからね、言ってくれれば素直にね、あ、出ていくよって言ったんだけど、猫出されたからね、猫がって猫がかわいそうだからって言われたからさ、まあ、それは傷ついたわ、お母さんつって。で、まあ和解して、っていうことがあったこういうね、ちょっとした全然大したことないちんまりした喧嘩をたまにするんだけどね、まあ、基本的に仲良し、お母さんとは。そうというわけで、こう一人暮らしを始めて、やっぱりね、一人って楽。こうね、一人暮らしを始めた時からこう
自分以外に誰も家にいないのが寂しいって思ったことがなくて、こう最初に一人暮らし始めた時も18歳の時だったけど、もううちの城みたいな、もう好きにできるよ私の城みたいな、だからね、すごいね、あの開放感に包まれたのをね、今でも覚えてる。一人暮らし最高ですよっていう話。 So that's it for today. Well, actually, I wanted to do a lesson today, and I was sorting out all the fragments and stuff, but it got much more complicated than I expected, and I need more time for that. So, if you were expecting me to do another lesson, I'm so sorry, but I'm working on that, so please look forward to it. Also, if you like this kind of video, like, you know, me randomly talking in Japanese, please give a like, and don't forget to subscribe. Ah!You know, I'm really bad at saying don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe because I'm gonna be uploading more videos. Okay, thank you for watching. Talk to you guys soon. Bye!